ロデューサー冷たくない？よくない、危なくないですか？歩きながら考え事しなきゃなんて大変。プロデューサーって休んでる時あるの？あ、でもひななもプロデューサーのこと考えながら歩いてた。うそー、ひななだけがプロデューサーのこと考えてるのかなって思ってたから嬉しい。でしょ、今日も一日楽しく幸せ。プロデューサーも来てくれるの？やはー、それ最高。ねえ早く行こう、プロデューサー。嬉しかったからプロデューサーに言いたくなっちゃった。それじゃプロデューサーはひななに集中しててね。はーい、レッスンの続きお願いします。ありがとうございました。プロデューサー見てた？プロデューサー、また考え事ですか？あは、プロデューサーそればっかり。そんなの簡単ですよ。楽しく幸せにやるのが一番。やはー、プロデューサーにも褒められちゃった。ひなな、ダンスの才能があるのかも。ひななもプロデューサーに期待してるよ。本当？嬉しい。うん、ひなな、それは多分得意。楽しみだな。あー、プロデューサーいた。そう、プロデューサーいるかなって寄ったの。
終わったよ。今日も楽しかったけど疲れちゃった。ありがとうございます。あ、そうだプロデューサー、ひなな、ここのソファー気に入っちゃった。ゴローンってしててもいいよね。ひななの特等席。じゃあひなながゴローンってしてるときはプロデューサーが見張ってて。はい、ゴローン。みんなは自主練するって言ってたかな。知らないけど、多分まだレッスン室。あ、何か用事あった？連絡してみた方がいい？ああ、そういう感じか。今日のダンスレッスンは終わったよ。バッチリ完璧にやった。ひなな、歌はまあまあって感じだけど、ダンスは上手だねって言われるから楽しい。今日もすっごくいいよって褒められちゃった。プロデューサーのコーヒーいい匂い。一口ちょうだい。うわあ、これ苦、嫌い。ひなな、甘いの食べて帰らなきゃいけなくなった。もう帰るね。じゃあね。プロデューサー、お疲れ様です。だからみんなと一緒にレッスンしてきましたよ。あれ？これさっきも話しましたよね。もう行ってもいい？ひなな、早く口の中甘くしなきゃだから。プロデューサーも一緒に食べに行く？ひななはね、プリンかな。そう？残念。じゃ、またね。じゃなきゃやらないよ、ひなな。それじゃあまた会いに来るね。プロデューサー、バイバーイ。了解です。あ、プロデューサーも一緒だったらもっと安全なんだけどな。そっか、じゃあいいや。またね。ひななはプンリン、プンリン。やってみた。あはー、プロデューサーに会えたし、もう行こうかな。ねえプロデューサー、レッスンを頑張るひななに一言ちょうだい。そしたらもっと頑張れるかも。
それってどういうこと？でもみんなはそうしてほしいかな。ひなな、トール先輩でもまどか先輩でも小糸ちゃんでもないし知らないけど、決まったレッスン時間はちゃんとやってるよ。みんなと仲良しだよ。楽しくなくても無理して頑張ってやりなさいってこと？辛くて大変じゃないと頑張ったことにはならないの？ねえ、プロデューサーはひななといてプロデューサーしてて幸せ？ああ、やっぱりいい。これ聞きたくないやつだった。あはあ、ひななもう行く。じゃねえ、プロデューサー。本当はこれも言いたくなかったんだけど、今日のプロデューサー嫌い。じゃあねー、行ってきまーす。もう、なんで今そういうこと言うの？はーい、わかりました。行ってきまーす。バイバイ、プロデューサー。そんなこと言って待つ人はいません。ひなな、もう行くからね。うん、明日はひななの好きなプロデューサーでいてね。ひななはいつも頑張ってるよ。知らないかもしれないけど、別にいいけどね。他の人のことなんて知らないよね。ひななだってそうだもん。ひななはひななのことしか知らないよ。とこ駅まで一緒に行く？もしかしてまだお仕事ある？明日じゃダメなやつ？今日はもうやめとこうよね。それならよかった。プロデューサーは働きすぎ。でもお仕事が楽しくて幸せって感じならそれはいいことなのかもね。へえ。ひななもずっとプロデューサーのこと考えてた。だけどやっぱり他の誰かみたいにはなれない。ひななはひななでみんなじゃないもん。ひなな、トール先輩にもまどか先輩にもなれない。小糸ちゃんみたいに頑張れない。でもみんなもひななじゃないから、できないとこも違うし頑張ってるんだと思うな。知らないけどね。ひななはひななの気持ちしか知らないよ。他の誰かにはなれないし、
ひななはずっとひななでしかいられないでしょ。だからひななはひななが幸せって思える方を選ぶんだよ。それじゃあダメなの？なんだ、そういうことか。プロデューサーが言いたかったこと、ひなな勘違いしてたみたい。協調性がないとか、みんなと一緒に自主練しろとか、そういうことが言いたいのかと思ってた。そっか、そんなにひななのこと知ってるのか。プロデューサーはひななじゃないのに。ねえプロデューサー、ひななアイドルにはなれると思う？じゃあひななが頑張ったら一番褒めて撫でてくれる？ダメだった時キューってしてくれる？それから事務所のソファ、ひななの特等席にしていい？あはは！ひなな、もうちょっとだけ頑張って、もっと幸せになるね。やっぱりひなな、プロデューサーのこと好きかも。だからプロデューサーもひなななのこと好きでいてね。本当？やっはー！あ、駅まで競争しよう。負けた方がケーキ買うやつね。嬉しかったから、はーい、スタート。早くプロデューサー。やだ、ゆっくりだったら負けちゃうじゃん。ひなな絶対負けないからね。転びそうになったらプロデューサーが助けてくれるでしょ。だからほら、ちゃんと隣にいてね。ひなな、いちごのケーキがいい。プレートにひなな大好きって書いてもらおう。